さて今回の部活支援活動は美術部だ。有川先輩感激です。可愛い後輩が喜んでくれてますわよ。ここでは一体今日の姫くんのお仕事はこれだ。ズダリヌードモデルだと思いましたよ。女の子の前で全裸なんて無理です。その点は問題ない。こんな感じで脱ぎかけで頼む。お願いします。勝手な妄想を共有しないでください。でも可愛い後輩たちのお願いですよ。本当はしたくないんですよ。恥ずかしいし特別ですよ。かわいそう。あつみどうしたんですか。見てなさい、これはこうして。エロ漫画。あれ、でもこの絵ってもしかしてアルベルティーナ2000先生ですか。ええ、そうだけど。サインしてください。え、先生。ああ、言ってなかったっけ。ベルちゃんは売れっ子漫画家なんだよ。何その設定。先生はすごいんですよ。連載5本も持ってるし。どんな雑誌で書いてるんですか。これですよ。なんとデル先輩ってまさか。有川先輩、アルベルティーナ2000先生、今日はありがとうございました。はあ、なんとか終わった。そういえばこっちで始まったベルちゃんの新連載、主人公が姫くんに似てるんだけど気のせいだよね。気のせいじゃないと思います。おい、これでやべえ。それでこっちに言えや。ダメですわよ、マギョルボさん。やだ、この人怖い。ああ、傷ついちゃった。あんまりいじめんなよな。マギョルボさんが言っただけですわ。っていうか、マギョルボさんが言うならさ、この変態野郎18禁さんにいつもネタにされて気持ちいい。もっとくださいだろ。あんたも大概だよ。あ、立ち直った。疲れた。でも今日はベル先輩のことが少し分かった気がする。ちょっと怖かったけど、やっぱり先輩たちのことが分かると嬉しいな。体大丈夫だな。とになるんだったらなったらみっつも騙せるぐらいしろよこれ。ダメですわよ、マギョルゴさん。やっぱりこの人怖い。